こんにちは。国際上地流空手道琉球古武道武技会館の武技京都と申します。よろしくお願いします。上地流空手道六段、琉球古武道六段で、6歳から、空手を古武道を始めています。通常は道場で、練習や鍛錬を行うんですけども、今回は、お家でできる、鍛錬方法をご紹介したいと思います。三鎮亀の、説明をさせていただきます。この三鎮の意味としては、全身、頭の先から指の先まで神経を集中して力を入れることによって、いろんな、角度からの突き蹴りに耐えうるような体を作るために、三鎮を行います。今ここにあります三鎮亀ですね、通常の亀だと、横長の亀だったりあるんですけども、うちの方で使っているのは縦長の三鎮亀で、約1つあたり約4キロぐらいあります。で、三鎮というのはですね、3回戦うと書いて三鎮って読むんですけども、3回繰り返し型を行うことによって、修練するっていう方になってますね。これをすることによって体を締める役割と、重いものを押すことによって、筋肉を鍛えるというのと、あとはですね、運動するとき、足を運ぶときにぶれないようにするっていう意味もあります。で、持ち方としましては、こういった風に持ったり、あとは上地流独特の母子剣を曲げてこういった風に持ったりします。よく三鎮亀では上地流や小地流の方々がですね、修練を行っています。はい、では実際に、この三鎮亀を使って、練習してみます。では、最初にですね、三鎮の立ち方、三鎮立ちについて説明します。結び立ちの状態から平行立ち、肩幅に、足を移動します。で、右足前、前の足は斜め30度から45度になります。で、後ろの足はまっすぐで、足幅は肩幅ですね。この状態で前に進むとき、運足する場合には、前の足をまっすぐに直して、後ろの足を内回しにしながら前に持っていきます。このときに注意するのが、前の足は斜め30度から45度に向けます。同じように、また足の方をまっすぐに直して、後ろの足を内回しで前に持っていく。これが三鎮立ちの移動方法になります。では次に三鎮亀を使った、鍛錬方法です。最初に三鎮立ちになりまして、亀を持ちます。で、足をですね、膝を伸ばさずに少し曲げて重心を下に下げます。で、三鎮亀を持つときには、肩が下がっているんですけど、こういったように上げないように亀を下に下ろしながら、全身に力を入れます。で、足先、指もですね、地面をグッと掴むような形で力を入れています。で、腹筋や背筋、そして腕、指先まで、全てに力を入れるような形です。で、進む時には、先ほど申し上げた前の足をまっすぐに直して、後ろの足を内回しで前に持っていきます。この時に亀はぶれずに固定したままで進みます。この一連の動作を繰り返し行います。通常、自宅には三鎮亀はないかと思うんですけども、今回ニットのペットボトルを使って、代用で、三鎮の、保護したいと思います。それではペットボトルを使った三鎮を行います。結び立ちから平行立ち、前に足を出します。この時に指先に力を入れて、落とさないように気をつけます。
三振の移動する際には前の足をまっすぐに直して、後ろの足を内回しで移動しながら前に持ってきます。同じように前の足をまっすぐ直して、後ろの足を内回しで前に持っていきます。はい、皆さんも、お家であるものを使って、三振を鍛えてみてください。三振は、基本の型ですので、鍛錬型と思います。最初に、一番習う方でもありますし、講談社も、ずっとやる方なので、皆さんもぜひやってみてください。ありがとうございました。